陳は中華人民共和国の軍人。中国人民解放軍の大将。本名は陳書康氏。字は伝筋。1916年将軍に入隊。軍閥同士の戦いに不満を持ち、1921年に将軍を離脱し、調査で働きながら勉学を続けた。1922年中国社会主義青年団に加入し、 同年12月、中国共産党に入党。1924年5月、候補軍艦学校に第一期生として入校し、卒業後、同学校で連長、副隊長を務めた。商団反乱、洋流反乱の平定、軍閥、陳敬明の討伐に参加。候補軍艦学校青年軍人連合会の責任者の一人。1926年秋。 ソ連に赴き、赤軍で保安工作と爆破技術を習得した。1927年2月に帰国し、国民革命軍第8軍の特務英英長に任命される。4月、中共第5次全国代表大会に出席。7月下旬、州恩来に従い、後世に赴き、南昇記事に参加し、葬式部で保安工作を担任した。 危機軍の関東南下途中、第20軍の栄長となる。海省での戦闘中に負傷し、香港を経由して、上海で入院。1928年から周恩来の指導の下、中国共産党中央特化の工作に参加し、共産党員を国民党中央機関、警察、特務機関に潜入させ、重要情報を入手した。1 9 3一年十月、 学予官イケルクに移り、中国工能工軍第4方面軍第4軍第12、死市長となり、キアス、小、光戦に駅、学予官イケルクの第4次単、囲い、総中の表久サ七里坪、不参斎等の戦闘に参加した。1932年9月、負傷のため上海で入院した。この時、路人に、学予官工軍の状況を紹介した。 1933年3月、国民党により逮捕され、南省で、紹介席と会見したが、彼の誘いを拒絶した。後に中共と、総経礼等の助けで、5月末に、中央ソビエト区に脱出し、法要不評学校校長に任命された。1934年10月、調整に参加し、軍事委員会幹部団団長として、高橋平田を占領し、 クレナイ一方面軍主力の金イとかを保障した。戦北到達後、クレナイ一軍団第一市市長に任命され、ラチン、統制、精製、山城補党の戦役に参加した。1937年2月、抗日軍政大学に入校し、第一大隊長を兼任した。日中戦争勃発後、八祖寺軍第129市386。 たびたび町に任命され、進む東南を挺進し、調整口、七渡る村、紅葉島の戦闘で勝利した。事後、官庁国道を南下し、神頭峰、響き道式等の戦闘で勝利した。1938年4月、長楽村の戦闘を指揮し、日本軍を撃破した。その後、木南と路西北地区を転戦し、 進む気よと、君南港日根末地を創設した。1939年2月、意見工場において、待ち伏せを行い、日本軍第1師団の一部を撃破した。1940年、大学軍区司令員に任命。100団体戦中、翔太鉄道撃破戦という両戦役に参加し、二列車県城を攻略した。1941年、 大学渋滞司令員に任命され、大学校日ネスエチを発展させた。1942年10月、八祖寺軍曹部により、群衆制遊撃戦争の模範と称賛された。1943年11月、延安に移り、中共中央党校に入校。1945年6月、中共第七回中央候補員に選出。対日戦勝後、 大学渋滞を率いて、上東戦役に参加。1946年6月、国境内戦再発後、第四渋滞と大学軍区部隊を率いて、新南、新西の前線を転戦し、危機夏、道川の、林木路領、川高進む南東の戦役を指揮し、約5万人の敵軍を撃滅した。1947年8月、進むキロヨ戦軍第 第九重隊と、西北民主連軍第38軍から、陳謝集団が編成されると、中共前線委員会初期に任命され、効果を溶かした。続けて、四西に進軍し、国民党軍約5万人を撃滅し、予選学会報区を開拓した。後に、竜東及び陳アーノ戦軍と密接に共同して、中原を攻略した。 11月、福牛山登録戦役を指揮。12月、平寛寺反撃戦を指揮。1948年3月から、加藤野戦軍主力と共同で、洛陽韓西、韓東、鄭州等の戦役を行った。その後、中原野戦軍に編入され、第四十隊司令員に任命される。同年11月、外海戦役に参加し、 助手以南で、通ら鉄道を遮断し、加藤屋戦軍の気百等兵団包囲作戦を支援した。南平において、高忠兵団を迎撃し、国民党軍助手集団を孤立せしめた。高忠兵団の包囲作戦中、東集団を指揮して、同兵団を撃滅した。1949年2月、第四兵団司令委員兼政治委員に任命。四月、 長江とかを指揮して、節戦を停止し、南章を解放した。10月、迂回、包囲の作戦方針に基づき、要県営と共に第4、第15兵団を指揮して、関東戦役を発動した。公衆解放後、退却する敵を追撃し、予感測りごとの部隊主力約4万人を、要春、要合地区で撃滅した。事後、雷州半島に侵入して、白、 高敷集団の海上退路を遮断し、広市城地区で第3、第11兵団の大部分を撃滅した。続けて、越勝ら辺戦役を行い、白、高敷の部隊を後世で撃滅した。その後、雲南を精神し、天南戦役を指揮して国外逃亡を図った国民党軍2万7千人を撃滅した。1950年3月、主力を指揮して、 成功に進軍し、古総南集団の残余部隊を撃滅し、最小を解放した。1955年、河尾学部里市、に花、族、広市、陳中華人民共和国建国後、1950年2月、西南軍区副司令員に任命。同年3月、雲南省人民政府主席。4月、雲南軍区司令員。7月、 第一次インドシナ戦争において、北、ベトナムを支援するため、中共中央代表として、ベトナムに赴任。国境戦役の指揮に参与し、ベトナム人民軍の勝利に貢献した。11月に帰国。1951年、中国人民志願軍副司令院兼第三兵団、司令院、政治委員となり、法徳会司令院の作戦指揮を助力した。朝鮮戦争では、 1952年6月、帰国。1952年7月、人民解放軍軍事工程学院が創設され、その委員長県政治委員に任命された。1954年10月、人民解放軍副総参謀長。1955年、大将の階級を授与される。第1回、第2回国防委員会委員。1958年9月、 国防科学技術委員会副主任。1959年、中共中央軍事委員会委員、国防部副部長。中共第八回中央委員。1961年3月16日、心臓病理医として、上海火山招待所で制拠した。ベトナム支援児、ホーチミンは、チンに、以下の監視を送った。ケイツへ投稿肝人地バンリッ 両万陸も騎兵装機丼五頭慶滅サ採楼、侵略軍。ありがとうございます。